FM 小座をお聞きの皆さん、こんにちは。この時間からはナッチーのラジオでもソングマイライフを30分間お届けしていきたいと思います。あなたの人生を変えたあの曲、辛い時に偶然街中で聞いたあの曲に助けられたよ、あの曲を聞いて私は今こういう夢を持っています、あの歌を聞いて僕はプロポーズしようって決めました、などなど、あなたのあの一瞬を変えてくれた一曲をエピソードと一緒にリクエストしてもらって、思い出の音楽を皆さんと共有していくリスナー参加型のラジオ番組となっておりますよ。皆さん、今日は朝から土砂降りですね。大変さ、もう皆さん朝から仕事に向かう人とかいると思いますが、はい、セットしようにもセットできず、髪の毛が、反抗期になっている方が多いと思います。私も踏まえてですね、はい。そういう方、今日はですね、髪の毛の自由にさせてやってください。はい。雨ですからね、もう絶対今日は言うこと聞かないよ。うん、自由にさせてあげて。はい、ということで今日は土砂降りなので、運転とかね、まあ視界が悪くなっているかもしれないので、運転は気をつけて、なさってくれると、嬉しいですね。よろしくお願いしますね。ということで、まあ早速ナッチのラジオ番組続けていきたいと思いますけども、お家でですね、聞いている皆さんとかも、この、ナッチのラジオ聞いていただけてると思います。はい、今日はですね、まあ私が何曲か流したい曲が急遽ありまして、実は今日、エールを送りたい子が一人いましてですね、その子に向けて今日は、何曲か歌って流していきたいなと思いますね。またね、このラジオを聞いてるかもしれないからね。皆さん、もうよろしいですか？流しちゃって。なんか今日はね、そういう気分なので、そういうことしたいので、ぜひ皆さん、私に今日は合わせてくれると嬉しいです。ですね。まあ、このファンの子なんだけどさ、ファンの子の投稿を見て、その子の投稿の内容がちょっと、気になってからさ、心配になったんだけど、なんか内容からすると、多分この子、失恋したんだと思う。うん、そういう内容だった。で、まあ、その子に少しでも、なんていうのかな、早く乗り越えられるように、この曲を、送りたいと思います。今日は私の弾き語りで、行きたいと思いますよ。ですね、カバーソングですね。私の、大好きな曲でもあります、落ち込んだ時、私もいつもこの歌を聴いて助けられたりしています。皆さんもそうだと思いますね。この子もね、そうだと嬉しいなと思って用意してきました。ぜひ、聴いてください。愛さんのストーリーです。限られた時の中で、どれだけのことができるのだろう。言葉にならないほどの思いを、どれだけあなたに伝えられるだろう。ずっと閉じ込めてた胸の痛みを消してくれた。今私が笑えるのは、一緒に泣いてくれた君がいたから。一人じゃないから、
君が私を守るから強くなれる。もう何も怖くないよ。時がなだめてく。痛みと共に流れてく日の光が優しく照らしてくれる。説明する言葉も無理して笑うこともしなくていいから、何かあるならいつでも頼ってほしい。疲れた時は肩を貸すから、どんなに強がってもため息くらいする時もある。孤独じゃ思い扉も共に立ち上がればまた動き始める。一人じゃないから、私が君を守るから、あなたの笑う顔が見たいと思うから、時がなだめてく。痛みと共に流れてく日の光が優しく照らしてくれる。時に人は傷つき傷つけながら染まる色はそれぞれ違うけど、自分だけのストーリー作りながら生きてくのだから、ずっとずっと諦めないで。一人じゃないから、私が君を守るから、あなたの笑う顔が見たいと思うから、時がなだめてく。痛みと共に流れてく日の光が優しく照らしてくれる。ありがとうございます。愛さんのストーリーをお届けいたしました。続いて、お届けする曲がですね、沖縄の、先輩でもあります、しおりさんのスマイルをお届けしたいと思います。ぜひ、聴いてみてください。この歌を聴いて早く元気になってね。その頬を涙で濡らさないで、君の心に光を。生まれた時から君はずっと誰かに支えられて生きてきた。二
振り返って思い出してごらん、君は一人じゃないんだよ。雨が降らなくたって咲いてる花はあるから、だから負けないって、君の笑顔が一番好きなんだ、君の笑顔がみんなを幸せにする、だから笑っていいって、この青空の下で君よ強くなれ、たとえこの先君にどんな辛いことがあったとしても、君の頬にまた涙が流れてもずっとそばにいるよ。太陽に向かって咲くあのひまわりのように、さあ前を向いて、君の笑顔が一番好きなんだ、君の笑顔がみんなを幸せにする、だから笑っていいって、この青空の下で君よ強くなれ、その頬を涙で濡らさないで。君の笑顔が一番好きなんだ、君の笑顔がみんなを幸せにする、だから笑っていいって、この青空の下で君よ強くなれ、君の笑顔が一番輝くとき、後ろ振り向かず歩き出せるだろう、だから笑っていいって、この青空の下で君よ強くなれ、だから笑っていいって、この青空の下で君よ強くなれ。ありがとうございます。もうちょっとできたよ。はい、し、これちょっと抜いてもいいですか。あ、大丈夫。
チ飯グランプリ初代王者、ゆうこでも食べられるヤギラーメン、ヤギラーメンで、ヤギラーメンを提供しております。ヤギ特有の臭みをなくすために、自社牧場で餌からこだわって、オリジナルヤギを育てているヤギと蕎麦のお店、太陽。場所はですね、うるま市石川にあるマクドナルドとスキヤの向かいにあります。ぜひあなたも疲れを癒しに来てみてはいかがでしょうか。そして、私よく太陽に、遊びに、食べに行かせてもらってるんですけど、裏メニューでですね、数量限定の超初心者向け、ヤギが食べれない人でも食べられるヤギカレーというものもあるみたいです。私、行くたんびに挑戦しようと思うんですが、いつもヤギラーメンだけ注文するんだよね。怖くて。そう、あのさ、ヤギラーメンの話し、あの、ヤギの。そうそうそう。あのね、太陽にある数量限定の、このヤギカレーっていうのをさ、臭くないみたいなんだよ。うん。だから、みんな、大丈夫。食べれるって言うんだけど、意外に怖くって、なんかちょっとでも匂いしようと思ったら、嫌いになりそうで、怖くって、いつもヤギラーメンだけ注文するんだよ。だからね、ぜひね、あの、太陽に、行って、食べた。もし食べた皆さん、私にご感想をあのお聞かせください。ぜひね、みんなね、大丈夫だよ。食べれるから、もういけるからって言うんだけどね。怖いからね。はい、ということで、さっきはですね、あの、カバーソングで、愛さんのストーリーとしおりさんのスマイルを2曲続けて、お送りいたしました。で、まあですね、はい。まあ、自分はですね、落ち込みたいときは、とことん落ち込んでいいんです。いいと思うんです。そっから何か生まれるから。そういう複雑な感情が芽生えるのも、私たち人間だからこそ抱けるものです。最後に、一曲聴いてください。光。
最後の大事な部分飛んでしまいましたね。私がアカペラで今歌うかって思うぐらいなんですけど、はい、後でねまた改めてお届けするので、で私の告知を、させてください。私なっちゅーはですね、今年の七夕が来るとなんと二十歳の誕生日になります。そう、二十歳という大事なそして大きい記念日なので、私のワンマンライブ、北谷町美浜のデポアイランドの2階にあります、ライブハウスモッツというところで、ナッチーバースデーライブをさせていただきます。はい、そうなんですね。オープンが、夕方の7時から、そしてスタートは、夕方の夜の8時からとなっております。前売り券が2000円となってて、当日は2500円となっております。小学生以下はね、入場無料なので、子供の、子供を全然、もういくらでも連れてきてください。ただね、ベッド、ワンドリンク、オーダーがちょっと必要なので、そこのところはちょっと、頭に、入れといてください。よろしくお願いします。はい、ですね、まあ、さっき、光をお届けいたしました。今も BGM で流れてるんですけど、さっきね、ツイキャスの皆さんにも、ちょこっとお話しさせていただきましたが、私たち、今日は、このファンの子にエールを送るためにいろんな曲を送ったんですけど、落ち込む時ってね、とことん落ち込んでいいと思う。さっきも言ったんだけど、泣いて、喜んで、なんか、たまに怒ったり、そういうね、感情、複雑な感情が抱けることって、いいことだと思うので、ぜひ今日は、それを大切にしてみてください。また来週お会いしましょう。なっちーでした。